皆さんこんにちは。崇神地区とは京都府京都市にある地区の名前です。京都駅のすぐ東側の鴨川沿いのあたりが崇神もしくは崇神地区と呼ばれている地域で、国際観光都市であり、日本人も外国人もたくさんの観光客が訪れ、一年中混み合っている京都市、そしてその中心であり玄関口である京都駅、そこから徒歩数分の崇神地区は栄えているのかと思いきや、京都市は崇神地区を隠そうとするほどのアンタッチャブルな地域だったんです。実は崇神地区は京都市最大の被差別部落地域です。一時は人口が9000人程度いましたが、現在は1300人程度と減少しています。現在でこそ再開発がようやく進みつつありますが、まだまだアンタッチャブルな部分は残っていて、根強い差別が残る地域なのです。今回はそんな崇神地区出身と噂がある芸能人を紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。1島田紳助。まず最初にご紹介するのは元お笑いタレントの島田紳助さんです。生年月日1956年3月24日出身京都府京都市南区、身長170センチメートル、所属元吉本興業、血液型 AB 型、活動元お笑いタレント。島田紳助さんは京都市南区の出身で、被差別部落の出身と噂されています。京都市南区の一部も崇神地区にかかっています。また母校の高校の講演会で自分が被差別部落出身であることを告白しました。南区の被差別部落出身ということは崇神地区出身の可能性はあると思います。に木村雄一。続いてご紹介するのはお笑いタレントの木村雄一さん。生年月日1963年2月9日出身京都府京都市下京区、身長168センチメートル、所属吉本興業、血液型 AB 型、活動お笑いタレント。木村雄一さんは崇神地区がある京都市下京区出身です。崇神地区出身、被差別部落出身かどうかは不明ですが、木村さんはその顔立ちからインターネット上で在日コリアンではないかと言われています。在日コリアン、在日韓国人、在日朝鮮人も崇神地区にたくさん住んでいましたので、木村雄一さんも崇神地区出身の可能性はあります。3坂下千里子。続いてご紹介するのはタレントの坂下千里子さんです。別名義坂下京子。生年月日1976年4月19日出身地京都市下京区、血液型 B 型、所属ボックスコーポレーション。坂下千里子さんの出身は公式では京都市下京区とされており、崇神地区と近いことから実家が部落なのではと噂になっています。番組ではお嬢様だったと話していますが、もしかしたら崇神地区出身なのをごまかしているのではと噂されています。しかし確固たる証拠はありません。ですがずっと京郭にいたわけではなく、伏見区や宇治市に引っ越しています。後野中博夢。続いてご紹介するのは政治家の野中博夢さんです。生年月日1925年10月20日出身京都府旧園部町、所属自由民主党、活動政治家。自民党の重鎮だった野中博夢さんは自分が被差別部落出身だったことを公言していた政治家でした。崇神地区との関係は不明ですが、被差別部落出身であるがゆえに政治家になってからもいろいろ苦労したようです。麻生太郎氏からは野中のような部落出身者を日本の総理にはできないわなと言われたこともあるそうです。6甲田久美。続いてご紹介するのは歌手の甲田久美さんです。生年月日1982年11月13日出身京都府京都市、身長154センチメートル、所属リズムゾーン、活動歌手。歌手の甲田久美さんも京都市出身で、さらに被差別部落出身と言われていますので崇神地区出身の可能性があります。ただ甲田久美さんは竹田の子守唄のベースになった伏見区竹田地区の被差別部落出身という噂もありますので、崇神地区ではないかもしれません。 7MISONO。 続いてご紹介するのは歌手タレントの美園さんです。生年月日1984年10月13日出身京都府京都市、身長
154cm、 所属フリー、活動歌手タレント。倖田來未さんが崇仁地区出身の可能性があるということは、妹の美園さんも崇仁地区出身の可能性があります。京都市伏見区深草、もしくは伏見区竹田出身だと言われており、どちらも京都府未開放地区の生活実態にて被差別部落であったと言われている地区です。美園さんは島田紳助さんに特に可愛がられていましたが、それは同じ崇仁地区出身という同胞意識があったからかもしれません。しかし崇仁地区とは別な地区の被差別地区のため、崇仁地区との噂は間違っているものと思われます。八三田寛子。続いてご紹介するのは歌手の三田寛子さんです。生年月日1966年1月27日、出生地京都府京都市、身長 160cm、 血液型 B 型、職業タレント。三田寛子さんは京都府京都市下京区出身ということから、崇仁地区ではと噂になりました。これについて芸能マスコミ関係者の間では周知の事実だという話もありますが、本人も明言しておらず、はっきりしたことは分かっていません。ふやましろの慎吾。続いてご紹介するのは俳優タレントの山城慎吾さんです。生年月日1938年11月10日、出身京都府京都市、身長 174cm、 所属オフィスタッチ、血液型 O 型、活動俳優司会者タレント。山城慎吾さんは京都市出身です。山城慎吾さんの実家は開業医でしたが、周囲には被差別部落や在日コリアンの部落があったということですから、崇仁地区出身の可能性はあるでしょう。十長尾誠二。最後にご紹介するのはラグビー選手の長尾誠二さんです。生年月日1963年1月21日、出身地京都府京都市南区、没年月日2016年10月20日、53歳、没、身長 180cm、 学校京都市立伏見工業高等学校、大学同志社大学。平尾誠二さんは京都市南区出身ということから、崇仁地区の出身ではないのかと噂になりました。この噂には特別な根拠はありませんが、おそらく出身地が近いということが影響していると思われます。しかし本人も明言しておらず、ただの噂話の可能性が高いと言えます。いかがでしたか。今回は崇仁地区出身と噂がある芸能人を紹介しました。崇仁地区は長年差別を受けてきた地区ですが、現在は生まれ変わろうとしています。2023年度には京都市立芸術大学が移転することになっています。そしてそれまでの間は崇仁新町というコンテナの屋台街が作られていて、今までとは違う雰囲気になり、大学生や若者による町おこしが行われています。ただ大学の建設予定地に住んでいる住民は立ち退きを迫られていますので、またそこでいろいろな利権が絡んでくることも予想され、治安の問題が出てくる可能性もありますね。町並みを変えることも崇仁地区を生まれ変わらせる要因の一つですが、一人一人が崇仁地区への偏見をなくすことも大切です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。